はい、おはようございます。今日で積み木54ですね。今日火曜日ですね。54、はい、54ですね。さしこちゃんです。始めたいと思います。おはようございます。よろしくお願いしますね。始まりましたね、火曜日です。ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、よしね、始まりました。で、今日は19ですね、19日お前の店営業日となっております。手ぬぐい店4 4って言ったけど4開催中です。今日の店営業日ですね、10時半からお昼の3時ですね、15時まで営業となっております。今週の予定をお伝えすると、今週は次が今日火曜でしょ、次が木曜ですね、21日の木曜日がありまして、で次は土日23、24なんですけども、この23、24っていうのが、お店ね、いつもっていうかお店じゃなくて、器と暮らしの道具おりおりさんですね、おりおりさんにて出張販売になります。この23、24、その時に手ぬぐいも持っていくっていう感じの流れになってます。でもその23、24、土日ですね、今週の土日が終わったらもう26、これがもう最終日だから、来週の火曜日かな、1週間後の来週の火曜日がもう最終日ですね。だから実質もう店舗での営業は今日と21、19、21、26でおしまい。あと3日です。あと23、24がおりおりさんと。あ、もう終わっちゃうあ、もう終わっちゃうですね。本当ですね、あっという間、もうね、あっという間だね。本当だ、で言いながらあっという間だって思いましたのんきな感じでね、ということですね。まだいらしてない方よろしくお願いします。通販もできるっていう、通販というかその大前の店のオンラインストアっていうのがあるんですけど、そこにはアップはしてないんだけど、布店の大前の店のですね、インスタグラムとかでアップしてるやつとかを見て、あ、これいいなって思ったら、そちら、まあ、DMダイレクトメッセージいただければ、あの通販も可能ですということですね。だから、まあ、この動画でもいろいろ、あの作家さんのご紹介動画とかもアップしてますし、そちらを見て連絡はね、こっちのチャンネルにしていただくと、僕ちょっと分かんないので、在庫の管理とかはしてないので、からもう大前の店のインスタグラムね、そちら、まあ、Facebook されてる方だったら Facebook でもいいのかな。でもね、 Facebook のメッセージはね、テンションね、ちょっと気づきにくい、あんまり使いこなせてないのを感じてます、僕も。だから Instagram だったら、まあ比較的というか、まあ、Instagram のダイレクトメッセージはね、やり取り人がされてるしてるので、ただこうたまにね、気づかない時とかもあるからね、まあ、そっちでこうコンタクトしていただけるといいかなと思います。よろしくお願いします。で、あと3日、実質店舗では3日ということでね。そうなんだね、終わっちゃいますね。で、何ですか、あ、週末ね、週末だから土日が営業日だったんですよね。先週末か。今週じゃなく先週末で、ちょっとあんまり話聞いてないんですけど、購入いただいたというか、ご来店いただいた方、皆様、ありがとうございました。ね、昨日はお休みでしたね。昨日は海の日で祝日でしたね。昨日はお休みで、今日が営業日と。で、さしこ、こっちのチャンネルとしてはもう土日月は
ってませんと。だから久しぶりですということですね。はい。じゃあコメント紹介いきましょうかね。やっぱこうね、火曜日なんだけど月曜日っぽい気分で、今日からまたお仕事です。はい、じゃあ、コメントいただきました。まずは、うさっこさんからいただきました。うさっこさんありがとうございます。3日前になってますけどね、セミすごいでね、セミすごいで泣き笑いアイコンが来ましたね。前回の動画ですよね、前回の動画セミすごかったですね。パタって止まりましたもんね。でね、なんか言おうとしたらパタって止まりましたもんね。今日もね、泣いてます、セミは。今日もそこまで届いてないかもしれないですけど、前回はもうすごく近くで泣いてましたね。だからね、本当に近くで泣くとね、あんな感じなんですよ。ね、うさこさんもセミすごいの。一言でも全然ありがたいんですけども、すごかった。ありがとうございます、うさこさん。どうなんですかね、うさこさんのとこはまだ、もう泣いてるでしょ、セミ。まだ泣いてないのかな。ね、セミもね、泣きますよ、もうこんだけ。暑いとね。暑かったりで。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ね、セミすごいの次。次、シポンさん。3日前ね。ありがとう。前回の動画でいただいてますね。シポンさんありがとうございます。さしこちゃんこんばんは。こんばんは。体調の方はもう本当に、シポンさんね。もう本当に大丈夫ですよ、と。ご心配おかけしました。本当にっていうことなんで、もう本当、よかったです。じゃあね。よかったね。心をね、ちょっと崩したって書いてましたもんね。で、次ですね。ほら、さて。ね、シポンさんはさてが来ますね。さて。旦那は、なぜ本屋さんを選んだのか、僕がね、なんでかなって話をしたから書いてくださってるのかな。ありがとうございます。なんで本屋さんを選んだのかね。で、以前から何かの店員さんをやりたいなと言ってたんですよね。何かのね。本も割と好きですよ。だからか。漫画しか買いませんが。まあ、漫画も本ですからね。かっこ笑いですね。漫画しか買いませんが、かっこ笑い。本当の理由は本人にしかわかりませんが、多分楽しそうだと思ったんじゃないかなと。と、シポンさんは解釈してると。まあ本人しかわかんないですね。確かにね。なんで。まあ楽しそうはあると思うんですよね。多分ね、僕らもね、僕らもというか僕も思いますもんね。まあ、前回の動画でも言いましたけどね。楽しそうだなっていう雰囲気はね、ありますよね。本屋の店員さんっていうのはね。で、続きは、多分楽しそうだと思ったんじゃないかな、の次ですね。しかし、うちの旦那は、実は、人付き合いが上手でありませんと。そうなんですね。人付き合い。まあ、言ってもね、僕もそんなに、人付き合い上手かというとそうでもない気もしてますけどね。これまでいろんな会社で働いてきましたが、敵ばかり作ったりと人付き合いのトラブル、そうなんですね。人付き合いのトラブル多いんですよ。そういうことね。そんな人が接客やって大丈夫なのクエスチョンと少しだけ心配しています。かっこ笑い。そういうことね。僕はね、僕の話を先にして申し訳ないですけどね、僕はね、人付き合いをね、上手ではないで、まあ僕もって言ったのはね、会社ではね、別に上手というか、下手ではないですね。こう、個人的にこう、簡単に言うと一人が好きだ。一人が好きっていうか、あんまりこう、人とこう、ね、誰かと一緒に、どっか行くとかっていうのはあんましないだけで、会社とかでは全然人付き合いは上手というか、まあ普通にしてましたね、僕の場合はね。で、この話をちょっとすいません、僕の話を先にしちゃったんですけど、シポンさんの旦那さんはその会社の方のその人付き合いが苦手っていうか上手ではないっていう意味で書かれてるんですね。敵ばかり作ったりとって書いてますもんね。なんですね、なんかあるんでしょうかね、敵視、相手を敵視する、なんかあるのかな。
最初から敵視するのかな、そういうあれではない、最初は普通じゃない、なんかのきっかけで敵を作るとかそういう感じなのかな。まあでもそんな人が接客やってたらまあ会社で一緒に働くのとね、お客さん相手ってまたちょっと関係性変わってきますから ね意外に向くっていうこともないとも言えないですからね。ただそのお客さんに対しては向くけど、図書屋さんって本当図書屋さんじゃない、本屋さんで働いている人に対して敵を作るかもしれないですね、このお話を読んだ感じだとね。お客さんには迷惑かけないけど、迷惑っていうかこうね、迷惑ですね、お客さんにこう失礼には当たらないけど、もしかすると一緒に働く仲間たちに対して何かトラブルが起きることがあるかもしれないですね。ちょっと想像で話してますわかんないです。だからもう関係性は違いますよね。お店で働く人同士との関係性とお客さんとの関係性はね、からまあやってみないとわかんないですね、これはね。で、次ありますね、まだね、あときますね。コメント書くのは苦痛じゃないんで大丈夫です。あ、これスポンさんね、心の面とその手が、もう手大丈夫なのかな、手もなんかちょっとね、手は治ったって言ってましたもんね。コメント書くのは苦痛じゃないんで大丈夫ですよと、ありがとうございます。で、今回の動画、あ、ここ書いてて、セミの声と店主さんの反応がものすごく楽しかった。何かあったかな、店主の反応は何かありましたっけね。セミの声はありましたよね。何かあったんですね、店主の反応が楽しかったやつがね。ありがとうございます。楽しんでいただけたのであればもうありがとうですよ。もうありがとうございますね、シポンさんね。シポンさん自身もご自身も体調大丈夫ということで、よかった、よかったですね。ゆっくりしましたかね、連休はね。あ、連休どうなんですかね。連休も仕事かな。昨日が祝日やから、祝日は休みだったのかなね。ありがとうございます。じゃあ次ですね、ちょっと待ってね、差し終わりにも差し掛かってるので、次、はるこさん、手仕事や、はるこさんですね、ありがとうございます。はるこさん、さしこちゃんこんにちはと、 V がついてる、これ V ってピースってことかな。はい、こんにちは。遅ればせながらセミの声に気づきました。遅ればせながらでもないですけどね、前回のすごい大きかったからね、セミの声がね。で、すごい元気なクマゼミの声、さすが南国。はるこさんどこだったっけな、はるこさんどことは言ってなかったっけなね、南国。まあそうですね、すごいんですよ、やっぱセミの声で夏を感じますよ。もう暑さも増しますしね、暑さがね。ね、さすが南国と。クマゼミは箱根を越えて北には、箱根から北にはいないはずだったんですが、今や関東でもすっかり朝の帝王、関東ですかね、春子さんね、関東朝の帝王ですと。世の中暑くなったんだなぁとげんなりしつつも九州に住んでいた祖父母を思い出して懐かしく思ったりしますと。 ありがとうございます。おじいちゃんおばあちゃんいるんですね、九州に住まれてるんですね。さしこちゃんも視聴者の皆さんも体を、これね、ねぎらってだっけ、ろう、もうね、漢字が読めないんだよな、労働のろう、ねぎらって、いたわって、何、ちょっと調べ、わかんないとき調べないとね、わかんないからね。いたわってくださいねと、体をいたわってくださいね。ありがとうございます、はるこさん。この話でいくと、はるこさんじゃ関東あたりかな、箱根から上はなんかそういうあれがあったんですかね、言われて、関東から北にはいない、結構あれですね、明確なというかはっきりしたなんかあるんですね。クマゼミは箱根を越えて北にはいないはずっていう、なんかそういうのがあったのかな、初めて聞いた。でも今はいるってことですね、
いますよね。暑いからね。でもどうなの、もっと本当に北の方にだといないのかな、セミ鳴かないのかな、北海道あたりとかね。どうかな、聞いてみましょうかね、佐藤さんにね。でその佐藤さんから次ね、ごめんいい流れでね、佐藤さんにから来ましたね。あ、その前に春子さんもありがとうございます。 で最後が佐藤さんですね。泣いてますかね、セミね。で佐藤さんから、1時間前だ、さっきだね。これは佐藤さんは、あ、ちょっと一つ前じゃなく、前回の前々回ぐらいの動画かなね。共通言語になってますっていうね。おはようございます、おはようございます。雨大丈夫ですかと。雨ね、ニュースで見ましたが、すごい雨ですね、気をつけてくださいと。今日はね、今日というか今ですね、今は大丈夫です。今朝は全然そんなにこうすごい雨とかじゃない。九州も宮崎とかじゃなくて、宮崎だったら南、南部の方かな、もっとね、宮崎市よりも下の方、日南とか串間とかがすごいのかな。で北だと今日だったかな、昨日だったかな、長崎になんか線状降水帯、対馬地方に線状降水帯ができたっていうニュースを僕見ましたね。僕がいるところは全然今は、あ、雨は降ってますけど、パラッとね、そのザーッとは降ってないですね。ニュースで見たのかな、昨日、これいつかな、今朝の話だよね、1時間前だよね。どこ降ってんのかな、ちょっと九州もだけど、結構ほら宮城地方とかね、宮城とかが結構、東北地方か、宮城地方じゃなくて東北地方、宮城とかがほらすごい降ってニュースになってるじゃないですか。だからね、九州だけじゃなくて、もう結構もう日本全国ですよね、局地的に降ってしまうと、もう本当にね、川が決壊したり冠水したりとかなるから、皆さんもなんか今日のニュースやってたな、今週ちょっとまた気をつけてくださいみたいなね。で一応九州も宮崎もかな、宮崎にも、宮崎だけかな、九州全体かな、線状降水帯の発生予測が一応出てるっぽいから、九州もちょっと気をつけとかないと。でまたほら週末ね、週末降ってるやつがまた溜まって、こう土砂崩れとか起きやすい状態にもなってるから、普通に気をつけるプラス、その前回の雨の残りがまだ、特に山川とかで、ね、残ってると土砂崩れの危険性が高まるから、それ気をつけた方がいいですね。もう気をつけた方がいいというか、気をつけようがないんですけどね。まあ、ちょっと山側に住まれてる方はちょっとこう避難する準備とかをしていた方がいいかもしれないですね。ね、大丈夫です。あの佐藤さんのコメントに対してお返事させていただくのであれば、今大丈夫ですね、僕が住んでるところは。週末もね大丈夫でした。あんまりこう、昨日も雨はなかったです。一昨日土曜日も、土日もそんなにね大丈夫でしたね。そんなに大丈夫というか、そこまでひどいとかなかったですね。場所場所によって、まあもちろん雨は降りましたけどね、場所場所によってですね。ありがとうございます、気ね、気を配ってくださって嬉しいです。佐藤さんも気をつけてくださいね。あとセミさっきの話じゃないけど、セミがそちらでは鳴くのかをちょっと、もしこの今回の動画見てくださってたら教えてください。そっちね、そっちでセミって、セミの声ってするんですかって毎年この季節ね。やっぱ同じ日本とはいえね、だいぶこう方角というか、あの位置する場所が違うから。やっぱり、ね、梅雨がないとかっていうのもあるし、よし、じゃ今差し終わり、ありがとうございます佐藤さん、ね、
嬉しいですね。もう大丈夫ですかって言っていただくだけで大丈夫ですって答え、まあ、大丈夫じゃないときはね、多分もう動画撮ってない撮れてないというか撮る余裕がないはずなので、ありがとうございます。ちょっとお差し終わりしますね。あ、もう20分経った。差し終わりして、で今日終わろうか。20分経ったからね。じゃあ差し終わりしながら、今週じゃなかった、昨日土日はまあ、だから電気も豆をちょっとパラッと振ったんだけど、昨日は海の日は海の日だから海に行ってきましたね。あ、ほどけた。海に行ってきました昨日は。で昨日は午後から、午前中曇ってて、まあ曇りの予報だったんですけど、午前中曇ってて、なんか海に向かってたら雨がちょっと降り出して、 あれみたいな話になって、雨降ったらもういけないねって言ってたら、もう雨も次第に止んで、海に着いた時には降ってなかったですね。で午後は晴れ間もあったんで、午前中に行ってよかったねみたいな話をして、まあその、あ、なんかおかしい、あれ、あ、ここちょっとおかしくなってる、間貫通、ちょっと待って、ほどきます。これちょっとおかしくなってるから、ちょっとさ、ちょっとうまくいってなかった、ここちょっともう一回しますね。あれあれ、ちょっと待ってね、なんかうまいこと言ってなかった、貫通しちゃってた、ん、何、あ、違うなこれ、ん、何これ、ん、あれ、ちょっと待って、ここはこうね、こう来て、こう来て、こう、あ、ね、ん、ごめんなさいね、ふん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 言ってごめんなさい、ちょっと貫通しちゃってた。こっからやり直します。で何の話でしたかねあ、海に行った話ね。あ、海に行ったんですよ。だから雨がちょっと降ってた、降り始めて、あーって言ってたら、着いた頃には止んでて、で曇りだからあんまり日差しもそんなになくて、まあそんなに、ね、長くいたわけじゃないんですけど、子供たちがちょっと楽しむぐらいで楽しんだって感じですね。で帰ってきて午後はすごい晴れたから、あ、午前中に海行ってよかったねって、まあ、暑いとこじゃなく暑くなくてよかったねっていう話をしたんですね。あ、なんかおかしいなって感じっていうか、まあ海っていうか、まあ砂遊びしたみたいな感じでもありますね。海に入ったっていうよりも、下の子はね入るって言ってたんだけどね、なんか怖がって入んなくてね。でお昼ご飯食べてる時にね、次は入るってすごい自信満々に言ってたけどね、まだ怖いですね。海の波がね、結構ほら波って一定のリズムだけど、こう波がすごく砂浜のとこまで来る時とそんなに来ない時との差があるからね、こう迫ってくる感じが怖いんじゃないかな。ちょっと怖がって行くときはね、海入るって言ってたけどね、入んなかった怖がった。上の子はなんかキャーキャー言いながらやってましたけどね、上の子の方が楽しんでたねよし、じゃあ差し終わりね、仕切り直しの差し終わりこうね。よし、昨日は海でしたね。海何回海言うんだっていうね、海の日だから、海の日に海行きました。なんかでも毎年行く行く言いながらなかなか行けなくて、まあちょっと貝殻拾いとかね、海に入れない時期とかに行ったりすることもあったんだけど、もう昨日は完全に海目的で行ってるから、久しぶりな気がしますね。海、ちょっと待ってね。
よし。よっしゃ、じゃあ終わった。差し終わりましたよ。あら、5分過ぎちゃったね。ほら、12ブロック目も終わった。ね。ね、終わりました。で、これ切りましょう。あ、俺。いいのか。これでいいのか。あれ。あ、いいのか。ハサミ、あ、ハサミ、あれ、ハサミ用意してた、あったあった。皆さんはどんな3連休だったんですかね。3連休、あ、いた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 。3連休の方は、まあ3連休の方じゃなくても、週末どんな、まあお休みのない方もいるのかな。お休みになった方はどんなお休みでしたかと。このハサミ切れないんだよね。なんか切れないんだよな、このハサミ。よし、もういっか。はい。はい、じゃあ以上ですね。はい、あと最後、ここで最後、ラスト。ラスト。ああ、でもなんか今、ちょっとこれね、カメラスマホで撮りながらなんだけど、ちょっとこう、画面に防災情報とか出るな。降ってるところで降ってんだろうな。ここはね、降ってない。ないというか、その激しい雨じゃないんですけどね。よし、いよいよ終わりが見えてきました。はい、今日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。